日本東京都練馬区南大泉南大泉は東京都練馬区の町名。現行行政地名は南大泉1丁目から南大泉6丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は178-0064。練馬区の西部に位置する。東部は白子川を境に東大泉、南部は石寺以外、石町北、西部は 西東京市富士町、中町、東町、下方屋、北部は西大泉とそれぞれ接している。北部を方屋街道が東西に横断している。方屋駅周辺などに商店が見られる他は、主に住宅地として利用されており、農地も見られる。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地価は2015年1月1日の工事地価によれば、南大泉3の21の4の地点で30万1000円、平方メートルとなっている。旧早稲田通りが南東から北西へ従官している。南部は富士街道、東京都道、 埼玉県道234号前沢方野線と接している。鉄道は地域の北部を西武池袋線が東西に横断し、西東京市にある方野駅の一部が当地域にかかっている。このほか地域の東部は道線の大泉学園駅、地域の南部は西武新宿線の武蔵関駅、東伏見駅が利用可能な範囲にある。 ありがとうございます。